誰だ？あなたの犬だろ。自由にすればいい。そのような情報がどのように著しく不正確であろうとも、私には一切関係のないことだ。何かご不満がおありか？冷めてる。心外だ。痩せていると言われることと同様に、私はその形容が嫌いだ。私は痩せてるのではなく、しまっているのだ。バカで無知なダイエットによって単に痩せこけた女と一緒にしないでいただこう。失礼。名前？
トモヤ見つけてくれたんだな。サンキュー。なあ、今すれ違って言ったのってもしかして前にマグロが氷のような美人って言ってたのか。何デコ抑えて更新してるんだ。知恵熱でも出たのか。お前美人だからだろ。確かに超一級の完璧な美貌だよな。実際にいるんだな、ああいう非現実的な人間。とても息をしてるように思え。またか。昨日も思い出の中の少女と再会したとかなんとか言ってたよな。大丈夫かよ、ショウ。かわいい女の子なら誰だってお前と縁があるってされちゃうわけ。おいおい、それってちょっと妄想が暴走してるんじゃないのか。そうか。俺が昨日お前の話を聞いた限りの情報では断言はできないと思うぞ。お、大きく出たな。なんだよそれは。やってから早くカフェに戻るぜ。トビー。お前だろ、俺の犬話したのは。ああ、散歩してやった。トビー、前にも言ったけどさ、人の犬で勝手に遊ぶなよ。綱を離してほっとくなんて。迷い犬になったらどうするんだ。そんなヘマやらねえ。ずーっと見てた。ずいぶん熱心にあの女の機嫌を取っていたようだったな。トビー、お前今度俺の犬を断りもなく連れ出したら。おいトビー。なんだよ。俺の話をラストまで聞いてから行け。急ぐんだよ俺はよ。いいか、よーく聞け。じゃあ言ってみろよ。むかーしむかーし、あるところに。心優しい正直者のおじいさんとおばあさんが、それはそれは仲睦まじく住んでおりました。ある日、おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。心優しい正直者のおじいさんとおばあさんには息子がおりました。息子は丸3年、
毎日毎日何もせずただ寝て暮らし、村中から寝太郎と呼ばれておりました。ある日、いつものように浜辺で寝ていた寝太郎はいたずら者の子供たちから一匹の亀を助けます。私の名は亀吉と申します。命を救っていただいてありがとう。お礼にこのどんな願いも叶える3つの玉手箱を差し上げましょう。しめしめ、これは儲けたわい。さてどんな願いを叶えるか。寝太郎が持ち帰った3つの玉手箱を取り上げた意地悪じいさんとばあさんは、億万長者にしておくれ。一つ目の玉手箱に願った途端、棚から転げ落ちたボタン持ちが寝太郎を直撃。わずか一寸の小さな寝太郎はあっさりぺしゃんこに。哀れ寝太郎はひどい姿で帰らぬ人に。寝太郎の保険金で願い通り億万長者となった老夫婦だが、悲しみは言えない。どうか息子を返しておくれ。ダン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 、いきなり響く不気味な音。ドアに激しいノックが続く。これはあの寝太郎が帰ってきたに違いない。愛しい我が息子、たとえどのような姿であろうとも。大河に理性を失ったばあさんはゾンビ息子を迎え入れようとする。しかしじいさんは恐怖におののき、どうか我が息子に安らかな眠りを。途端ノックの音はピタリと鳴った。終わったか。じゃあな。待て、三つ目の玉手箱の脇でそんなことをただ考えてみただけのおじいさんは、しんと静まったそのドアをそっと開けてみるのでした。するとまあどうでしょう、そこにはまばゆい光を放つ竹が生えており、中を覗くと玉のように美しい女の赤ちゃんがいるのが見えます。まあそれはそれとして、珍しいものを見たなあということで、そのまま女の子をそこにそーっとしておくことにした二人は、もうちょうどいい頃合いなので鬼ヶ島へ鬼退治に向かうのだ。三つ目の玉手箱であっさりと手柄を立てた二人は殿様の褒美を受け、さらに金持ちに。そこでちょこっとシャレのつもりで買ってみた株が大当たり。天文学的な巨万の富を得て、もうこれといった欲もすっかりなくなってしまい、あまりに退屈なので熊と相撲を取ったり、熊に落とし物を拾われて追いかけられたり、子熊の命を助けて有名なぬいぐるみの元ネタになったり、ついでだから桜の木を折ったことを正直に告白してみたりして、現在は回顧録をまとめながら講演活動をしている。もうすぐ一冊目の本が書き上がるらしい。で、感想は？で？で？終わったか？終わりだ。じゃあ。負けた。
すぐ見つかってよかった。その割にはシン先輩浮かないように見えるっす。まさか新先輩、手負い？傷は？いや、なんのこれしき。ところであれだぞマグロ、足鹿島大花火大会は来週の土曜だからな。分かってるか？誘いたいならそろそろ声かけないと。いろいろとあるんだよ、役割分担とか段取りとかな。マグロ、頑張るよ。頑張る？そう、何のことだか俺にはさっぱり。明日じゃないぞ、分かってるな。来週の土曜日だ。タイミングを間違えるなよ。タイミング、男女の中の進展にはそれが肝心だ。タイミング、ラブの急所はまさしくそこにある。狙いすましてうまく射止めろよ、彼女のハートを。なんだか素敵な話だね。だね。恋の花咲く足鹿島大花火大会。これを機会にあっちでくっついたりこっちで別れたり、数々のカップルが誕生しては消えていく。そう、大宇宙の営みそのものだよな。それはあらかじめ DNA に書き込まれている単なる予定調和に過ぎないのかもしれない。こうして科学であらゆることを割り切れる世の中になったというのに、なお、なぜ人は恋をするたびときめくのだろう。それはまるで神様が気まぐれに書いたシナリオのように、どれもが特別でどれもがありふれている、無数の物語に過ぎない。なのに、なお、なぜ人は恋をするたびときめくのだろう。やっぱり女の子はタイミングなんだ。よし、タイミングだ、タイミング。店長！